前回に引き続き日産プリンスミーの石垣です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回はですね、洗車をやっていきたいと思います。洗車の仕方を教えてくれるんですか？まあ、普通の洗車というよりも撥水コート洗車っていうのがありまして、はい、洗車機を使うんですけども、はい、お手軽に、お車水がきれいにスパッと弾くような洗車をしますんで。あ、雨の日に便利なやつですか？そうですね、雨の日も気持ちよくなりますし、前も後ろも横もガラス全部水弾くようになりますので、視界の確保っていう面でもいい商品となってます。はい、今日はそちらの紹介をしていただけるということで。はい、そうですね、はい、はい、ではぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、お願いします。では今の水弾き具合というか、今の現状水かけるとどうなるかを見ていきたいと思います。はい、はい、では水かけさせてもらいます。あまあなんか、まあ、ガラスは結構弾いてますけど、ボディはもうほとんど水は弾いてないですね。そうですね、こういう感じでもう全然水を弾いてないですね、これね。そうですね、今の状態がどこまで変化するかが楽しみですね。そうですね、撥水コート洗車っていうのは、はい、従来の洗車に加えて撥水コート剤をプラスアルファで。そうですね、っていう感じ。はい、まずはお車の汚れをきれいにしてからコート剤をかけるっていう。あ、きれいにするっていうのが、まあ、下地処理みたいな感じですか？あ、そうですね、汚れたまんま撥水コート剤だけかけてもその汚れと一緒に撥水コート剤が落ちちゃうので。あ、はい、得意のお肌。そうですね、はい、もうなんか石垣さんイコールお肌の下地処理みたいな感じになってますけど医療研究家ではございませんのであ、今撥水コート剤出てきてますよ。あ、こんな感じで一回施工するとどれぐらい持つもんなんですか？そうですね、効果は約1ヶ月となってますね。1ヶ月、はい、まあ、1ヶ月経ったらもう全く水弾かないっていうよりは、1ヶ月経つとちょっと性能が落ち始めるっていう感じですね。あ、そういうことなんですね、はい、この撥水コート洗車っていうのは、はい、まあ、ガラスだけじゃなくて、はい、ボディにもやってるわけじゃないですか？そうですね、これボディーコート、日産だと5イヤーズコートとか、はい、5イヤーズコートプレミアム、まあ、もちろんエクセレント、はい、とあるわけですけど、そういうのを施工していても問題ない？そうですね、日産純正で出ている撥水コート剤ですので、その相性といいますか、それは全くございませんので、はい、問題ございませんので安心して施工していただきますね。はい、はい、ビフォーアフターを水をかけて確かめたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ボンネットですかね。うい、うわ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 、どうですか？え、もう違う、もう違う、さっき全然走いてなかったのに。そうですね、やっぱり撥水コート洗車はお手軽にこれだけ水弾きが出るっていうのがすごくいい商品ですね。そうですね、はい、洗車の時間も、そうですね、ほぼそうほとんど変わらないですね、通常の洗車と。そうですよね、はい、はい、ということで水の弾き具合を確認していただいたと思うんですけど、もう特にフロントガラスなんかは多分運転してたらこう雨とか降ってても水がうわーって弾いてきますよね、これ。そうですね、かなり走行の風でだけでも水滴は飛んでいきますね。あ、なのでこうワイパーを使用する頻度も減って。そうですね、頻度は減ると思います。お手軽にすごく水弾いてくれるので、はいはい、すごくいいですね。はい、日産プリンスミエでは、イキイキ応援デーとレディースデーっていうのが設定があるんですね、はい、で今まではレディースデーだ と、イオンの商品券500円分、はい、イキイキ応援デーだと、500円分の図書カードを今までお配りさせていただいていました、
それがこの11月からですね、2022年の11月からこの撥水コート洗車のサービスに2つとも変わるということで、もうこれはぜひ施工していただきたいと、はい、石垣さんも自信を持ってお勧めできる、そうですね、商品になっておりますので、皆様ぜひご利用していただければと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。あと Twitter、LINE、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。